SUV パーク淡路島シームーンで朝を迎えました。淡路島旅シーズン2の様子です。ポップアップを上げて開放感があり、気持ちいい朝です。父ちゃんも起こして人間&ワンコのトイレタイムです。朝の海もキラキラして綺麗です。子供たちがもう遊んでます。近所の神社にお参りします。手水がかわいい。さすがおかしいわ。だって竜のなんかって書いてあった。いや、ちょっともたれへんけど。あ、そこから取った。これは淡路島の形。こうなんだ。洞窟の中から鳥居に向かって見るとまるで淡路島の形に見えます。竜の伝説の言い伝えが残っています。小さな神様がいつか戻ってくると信じて竜神様は今でも小さな社を守っているのだろうと言われています。昨日の夕方も見に来ましたが、朝は誰もいなくて外国のような景色です。感動の再会はない。鬼やったらええわ。暑かった？暑かった？疲れた？ラック。暑い。五光がさしてますよ。なんで？で、この光。お世話になりました。近所にワンコ同伴 OK のカフェがあり、モーニングを食べに行きます。
カプチーノ3、テラス席は番号 OK です。ありがたい。あのセルフプロマンか。大型犬もつなげるリードフックもありました。いや、まあまあな高さある。うん、高いな。もう悪い子。おさわりは僕のもあるの。はい、おいしそう。父ちゃんはパンケーキ、母ちゃんはホットサンドのモーニングセットにしました。おすわり、おすわりは料理子ちゃん、おすわりしてるの。立てこい。ラップ。うん、そう、あがるよ、ね、ねえ、なんだそうか。くらへんなにおじさんがいた。美味しかった。ごちそうさまでした。またまた淡路ハイウェイオアシスに戻ってきました。今度はガチザンコで兵庫県立淡路島公園散策へ。死ぬ。車で近くまで行けるんだけど。休みながら行かな。おっちゃんやからな、楽。地面だけちょっとどうって触ってみて。地面え、楽いけるの。歩いて30分で書いてる。ドラクエ、え、帽子かぶってるって言われてる。嘘。そ、あ、3人お揃いとか言われてる。え、誰かおるよな。あ、多分な。さすがに AI はまだ。そうやな。歩いて30分くらいの人間の森に行ってみます。あ、暑いんじゃね。喉が渇いたぞー。喉が渇いてる。さっき飲ましたで。すぐにちょっとあげる。日陰は涼しいですが、日に当たると暑い。休憩しながら進みます。行きましょうか。行きましょうか。うん、やっぱどこの国の子供も無駄に走るのか共通。1、あ、そうか、ラーメンの中のナルトの話ちゃうの。へえ、でも面白そうやな、なんか。まあそら楽は無理や。うん、かっさ、うん、だから次のアトラクション行くまでに遠い。へえ、だから、まあだから好きな人はおもろやろな。
多分だってそのあれほんの決まるアニメに出てくる何かが多分いろいろあんのんちゃうのこれ何個全部大体わかるああそうそっから思うこれは何のいやいやこれもナルトやへーあラプトルはなんか音鳴ってんのえ、ドラクエっぽくないこの音楽多分ドラクエのアトラクションできるもんあー、今度そこっちがそうってこといやん、これはちょっと、うん、犬連れも入れてほしいわいや、あかんかどうかも知らんけど多分あかんやろなあかんって書いてたアトラクションの中はあかんこういうのはこういうとこやはい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 まあそらせやろな、でもちょっとドラクエは知ってるだけにおもろそうやわだからみんな知ってたら全部なあ、しんちゃんおるで、ここあ、ほんまおもろいごくひ資料あ、ここここここって。あ、ほんでこのまま向こう行って、いろんな。青色みたいな感じ。ほんまや。わ、広いわ。あ、かわいい。ちょっとスライムスライムドット的になってるってのはなんか多分、うん、ちょっととりあえずあ、そうかスライムのところで撮るとそうなるのか、うん、あ、ありがとうございますちょっと待つ、はい、すいませんお願いします、はいはい、お願いしますはい、いいよこれは楽しい楽しいなぁほんでほら、飛ばせるからピーってなんねや飛ばすんやろ、多分北の森やっておもろえー、でもゲームになってるもん多分なんかその自分の ID とか、うんあなんかわざわざ出してやるとか、うん、おもろいあ、あの3つのほら何やったっけあのスライムの名前スライムタワーあすごいすごいあ、こうやって手広げんねんていろんな方法もあるよおもろいなこれは来たよまあ、ドラキーもあ、ほんまやで、あっちにもなんかあのあ、ちゃうちゃうほんまやおもろい、これはおもろいなんぼすんやろあ、入れた入れた何かと入れる入れるうわー、ほんまやなネットホッケーのお店がありのですが超満員で諦めましたちょっとかもうそれか別にお腹空いてないんでここで食べんでもいいっちゃいいんじゃないですか
ホットドッグとかは？ああ。さあ、家に帰るよ。旅の感想。大阪からは行きやすい淡路島。初めての RV パークで、ラックは今年初の海水浴。だんだんと暑くなり、虫も増えてきて、我が家にとっては、動きにくい季節がやってきました。何度も行ったことある淡路ハイウェイオアシスで、初めて行った人間の森は最高に楽しくて、ワンコ連れのアトラクションに入れるようになったらいいな。外から見てるだけでもめっちゃ楽しかったです。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。